どうも、ゴールデンボジム会長からごきげんようです。いや、やっちまいました。なんか飛び乗ろうとしたんですよね、ちょっと一段高いところに。そしたら足引っ掛けてこけてですね、その時にバチって言ったんですよ。で、すごい激痛が走ったんで、これはアキレス腱切ったなと。どうも、ゴールデンボジム会長金子欣也です。今日はちょっと素敵なアイデアを紹介したいと思います。ここ最近僕はですね、アキレス腱断裂というか、その部分のまあ骨折なんですけど、そういうことでギプス生活を送っております。このギプス生活を送っている方それなりですね、多いと思うんですよね。まあ足っていうのはよく骨折する場所ですから。で、そんな時にですね、こういうことをしてると、その不快症状が和らぐよ、またはですね、そのギプス生活を健康に過ごすことができるよ、なんていうアイデアをですね、紹介したいと思います。はい、まず見てもらいましょう。はい、これは僕の右足です。見事にですね、ギプスに覆われてますね。まだですね、オペからそんな日が経ってないので、実はこうやって足を下げてると結構痛いです。うっ血してくるんですね。うっ血して、そしてなんかこう足全体張ったような感触になって、で痛いんですけど、これを解消するいい方法を思いついてですね、ここ最近ずっとハマってるんですよ。何か、それはこれを使います。じゃん、スプーンですね。このスプーンを使ってどうするか、このスプーンを使って、よいしょ、これをつま先の開口部からスッとこう入れていきます。入れて中に、この辺にね、スプーンが入ってる感じですね。それをよいしょよいしょと押します。これがね、足つぼマッサージ非常にいい感じに、はい、当たります。優しく当たるんですよ、スプーンって。まあこういう形態ですから、このスプーンのよいしょカーブを描いた背の方をね、足裏に当てて、結構深いところまでいきます。今ね、ちょうど土踏まずの少し後ろぐらい、この辺当たってますね。それでよいしょよいしょと、このレバーのようにしてですね、グイッグイッと押すと、あの指圧みたいにしてですね、こう圧力かかりますね。これでいろんなところに移動させては、よいしょよいしょよいしょ、じわーりと、圧力かけて、でまた移動してじわーり、でこうやってやってくるので、最初はね、あーたたたたたーって感じがするんですよ。やっぱうっ血してて炎症してるんで、痛い痛いって感じが、ところがね、続けてるとね、スーッと痛み引いて、全然こう痛み感じなくなるというか、まあ気持ちいいんですけどね、やってて、はい。で、足裏にはですね、健康に関わるさまざまな多くの骨つぼもありますし、でこのようにうっ血して訴えしてる、また炎症してるっていうのをね、こう循環を改善する作用もあるしですね。で、まあ、僕自身そうやって痛みを緩和させるっていう作用を実感してます、でもう一つ大事なのはね、実はギプス生活していると何が怖いかっていうと、あの足の裏の骨っていうのがですね、レントゲン写真でとてもはっきり分かるぐらい、ぼんやりと透過像的になっていく、つまりはね、骨が弱くなる、骨密度が低下するみたいな、そんな感じになるんですよ。これはね、使わないでいると、僕らの体っていうのは肺を萎縮なんて言ってですね、使わないものが消えるんですよね。骨も一緒なんです。刺激が与えられなくなると、骨って弱く脆くなってくるんです。体はいらないものと認識してですね、骨をいわば排除していくような状態になっちゃう。これは困ったことなんですよ。で、それをね、避けるためにこうやってグッグッとこう強い力かけるっていうことを続けてればですね、それをですね、緩和させることにつながるわけですよ。これはね、いいことやと思うんですよ。だからね、ギプスを外した後に、骨がね、骨そのものが脆くなってて、また同じようにね、骨折しちゃったりとかね、または骨が弱くなっちゃって、こう変な痛みを感じるなんていうことをですね、予防できる可能性がありますよね。ですから、こういう優しい指圧としてのマッサージの意味と、骨を刺激して骨の脆弱化を予防するなんていう、そういう2つの意味においてですね、非常に有用なやり方だと思われますね。はい、ぜひお勧めしたいので、同じようにギプスをして困っているような方はですね、お試しください。以上ですね、今回のちょっとしたアイデアの紹介でした。はい、皆さん、くれぐれもお大事に。不便な時間ですけども、まあいろんなことはこう人生起こってきますけどね、こういうこともまあいわば魂の修行だみたいな感じで取り組んでいけばですね、前向きな気分で、困難な時期を乗り越えられるんじゃないかなと思います。それでは、さよなら。